たぬきちチャンネルです。こんにちは、たぬきちでございます。今日はですね、コラボ企画の募集についてご連絡させていただきます。はい、ということで今回はですね、おかげさまでコラボ企画がすごく反響いただいておりまして、多くの方にふんどしについて知ってもらえたんじゃないかなと思っております。またね、これからどんどん着物やふんどし、そして和文化をですね伝えていきたいと思いますので、たぬきちコラボ企画をですね募集させていただくことにいたしました。条件等は一切なく、本当にチャンネル登録者数100人とか10人ぐらいしかいないんですけれども、大丈夫ですかっていう方も全然 OK なので、ぜひお声掛けください。そしてもちろんね、たぬきちよりもチャンネル数の多い1万人とかの方々も、ぜひともコラボ企画をお願いしたいと思いますので、本当にね、ふんどし、着物、日本舞踊、その他もろもろ、何でも構いません。相撲もありますし、剣道もありますのでね、興味がありましたらご連絡いただければなと思います。ここでですね、簡単にたぬきちの自己紹介をさせていただきます。たぬきち一応本業は日本舞踊家としておりますけれども、まだね師範試験取れてないので、なんかこうお教室とかは開けないんですけれども、まあゆくゆくそちらを取っていきたいと思います。そしてもう10年以上ですね、ふんどし、六尺ふんどしを締め続けておりますし、元呉服屋さんでございました。そして昔は自衛隊や、まあ、普通のね化学メーカーサラリーマンもやっておりましたし、日本舞踊はですね5年間ぐらいやっておりまして、2年間は師匠のもと打ち弟子をさせていただいておりました。まあいろんなね特技が本当にございますので、まああと剣道ですね、剣道は5段居合道、3段相撲初段、そして茶道もちょこっとだけやっておりましたので、まああと太鼓もねちょっとやってたので、和太鼓ですね。はい、もう本当に何でしょう、和に関してはいろんな特技がございますので、ご連絡お待ちしております。はい、ということで、まあ、簡単ではございましたが、自己紹介と募集要項の方ですね、説明させていただきました。本当に、最初って勇気いると思うんですよ。たぬきちもコラボお願いしますって、声かけるのすごく勇気いりましたし、やっぱりそれでね、断られた時はやっぱショックだったんですけれども、なるべくそういうことがないように、声掛けいただいたら受けるようにしていきたいと思いますのでですね、まずは勇気を振り絞って、ご連絡していただければなと思います。たぬきちもね、いろんな方に、なんて言うんでしょう、お声掛けさせていきたいと思いますのでね、ご縁がありましたらどうぞよろしくお願いいたします。またこのチャンネルを見てて、皆さんね、YouTube チャンネル持ってない方でもですね、この人とコラボしたらいいんじゃないかなっていう情報がありましたら、ぜひぜひそういった情報もですね募集しておりますのでご連絡ください。あと YouTube チャンネル持ってなくてもですね、お店の方、剣道部武道具とか、なんて言うんでしょう、着物屋さんとか、まあふんどし屋さんもそうですね、お店の方とか、まあ普通になんて言うんでしょう、たぬきちチャンネル出てみたいよっていう一般人の方もいらっしゃいましたら、ぜひともお声掛けください。もう本当にね、まあコラボ企画とは言ってるんですけれども、 YouTube チャンネルがなくても全然構いません。出演されたい方がいらっしゃいましたらお声掛けください。それでは長くなりましたが、これにて終わりたいと思います。ぜひね、たくさんのご応募お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、たぬきちチャンネルでした。またね。